はい、皆さんこんにちは、ワネルグルグジです。では今回は、ハーツオバイアンじゃないですね、信長の野望大失敗キット、幕末の収集転生物語の続きをやっていきたいと思います。もうだいぶ長くなってきているんですけども、なんとかね、道筋をつけたいということで頑張っています。で、今はですね、まあ再び幕府軍の侵攻を受けていて、岸和田城、和歌山城、さらに津山城が敵にさらされているという状態です。なんとかこれを切り抜けてですね、島津軍とともに大阪、そして京、ここを抑えに行きたいというふうに思っています。本当はね、信長の野望は賊麒麟が来るっていうのをやろうと思っていて、キャラクターとしても岡村とかをもう登録済みなんですけども、ちょっとそこにまだたどり着けていないのでね、頑張って幕末志転生物語やっていきたいと思います。では時間を進めます。まず和歌山城は一度放棄せざるを得ないのかな。大阪城、ここどうにかできるのか。兵数がもうこんなんだもんな、勝ち目がないだろこれ。3万6000にだって800でしょ、兵。3万6000の兵に対して800で挑むってさ、そりゃ厳しいでしょうよという話だよな。和歌山城もちょっと失うね、このまま行くと。津山城だけはどうしても防衛したいね。姫路城に3万6000。姫路城にも3万6000か。ちょっと待ってね。そもそも、今、幕府に対して交渉は聞くのかな？和睦は聞かない。唯一聞くの心中か。いや、姫路城を失うと痛いな。報告します。先月の収支です。月曜。どうする？和歌山城、姫路城、さらに津山城。和歌山城はもう捨てよう。総勢ざるを得ないよね。問題は津山城と姫路城。この二つの城をなんとか残したいけど、それすらも危ないかな。いや、強すぎんだろ、徳川軍。5万5000。岸和田城は、脱出しましょう。口を引きことよ。和歌山城も脱出。姫路城も脱出。津山城でなんとか、一矢報いましょうか。洲本城は大丈夫か。うわ、来るよね、洲本城に。5万1000。徳島城に1万3000。いやー、これもうちょっとかなり厳しいぞ。兵がいなさすぎる。ちょっと待ってね、交渉聞かないよな。いや、徳島城は絶対に防衛しなきゃいけないので、徳島城で敵を迎え撃ちましょう。徳島城は絶対に守ります。洲本城は捨てる。脱出せざるを得ないな。姫路城を奪われるとは痛いな。じゃあ、五詰めの部隊を津山城には送りましょう。とはいえ、もう兵がいなさすぎる。
いや、これかなり厳しい戦いになる。ここまで追い込まれると思わなかったな。初めて5分足らずで。徳島城を何とかして守って津山城も守る。津軽が伊達に滅ぼされた。伊達がでっかくなったってことですよね。それは歓迎すべき内容かなとは思います。報告いたす。ちょっとじゃあ日本地図見ましょうか。ご命令を。あー、伊達でっかくなってるね。むちゃくちゃでかくなってる。これだったら幕軍叩けるんじゃないかっていう気すらするけど。志果たさずして賞は終えられぬな。さあ津山城だ。ここはもう何としても籠城しよう。天神山城に36,000。ちょっと待ってくれ。天神山に36,000ってこれもう支えられないぞ。徳島城は絶対に守らなきゃいけないし、いや、かなり厳しいな。洲本城は、まあ、ちょっと時間稼ぎはしたいので籠城しましょう。討ち死に覚悟で戦ってもらうしかない。四国に上陸を許すというのはかなり厳しいよな。天神山、津山。あ、とはいえこの後大きな兵を動かせる場所が全くないんですよね。秋、伊沢、天露、天切りですね。この辺りを五詰めに出しましょうか。徳島城には、いざ参ろうか。徳島城はこれでなんとか防衛して、天神山をどうするかだな。天神山、これ3000の兵で36000の軍を迎え撃つっていう話になってるんですけど、ご覧の通り備中松山、備中高松、岡山城、兵がもうすっからかん。本当の意味ですっからかんなんで、どうにもならないぞ。まず籠城する。しっかり籠城して五詰めの部隊が到着するのを待ちます。五詰め決戦でまずは一矢報いましょう。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。まず対名最優先だね。今戦闘中なんで対名最優先、軍事最優先、これでいきましょう。対名がでかい人を3人見繕います。表情を終わる。さあここだよね。いやー、島津軍は何をしているんだ。八橋城なんか1万の兵が入ってるんで、これ今繰り出せば、上市城、鳥取城、連続で陥落できると思うんだけどな。なんとか交渉したい。幕府と今、一旦、講和したいけど、講和させてくれないよね。殺しまくったからね。幕府軍の家臣。いや、まとまった兵が出せないな。徳島城は長次郎隊、近藤長次郎隊が到着すれば諭吉を撃破できるんですけど、問題は津山城、天神山城だな。ここを放棄するしかないので、備中松山城にジョン万次郎隊9000をあらかじめ集結させましょう。で、尾張と幕府。ここは、幕府が勝つか。追い風にならないな、どこも。続いて、ただ、吉直自ら出陣してきてるね。これは、ただ、ここも立花が勝つか。いや、幕府軍強いもん、実際。まず、徳島城で諭吉を撃破する。ここで確実に諭吉を撃破して返す刀で救援に向かいましょうか。
まずはしっかりと部隊を鉄砲水の後ろまで下げましょう。行こうか。覚悟せよ。で、敵が鉄砲水にかかったところを一気に攻撃を仕掛けて、幸地軍、幕府軍を壊滅させていきます。始めよう。だ、奇襲を受けた。秋田隊が早速やられるな。やりたい。何もしないまま壊滅だ。このままでは、このままでは。覚悟してもらおう。ゲチを始めよう。諭吉に集中攻撃を仕掛けるしかないかな。敵が現れたら。ゲチ、覚悟せよ。敵も兵の合流を待っている感があるよね。であれば一個潰しちゃおう。合流など待たせん。覚悟せよ。泥沼にはまった。やってくれるな。さあ、幕府軍も動いてこないね。これでは兵力の差がどんどん縮まってしまう。撃って出るしかないな。このままだと兵力差が縮まってしまうので、ここは我慢して出ましょう。敵の居所知れました。うまく諭吉を挟み撃ちにできれば勝機はまだある。やりたい前へ。やりたい前へ。敵の居所知れました。やりたい前へ。鉄之助は鬼島津持ってるんだね。本陣切り込みか。ここはなんとかこらえたい。覚悟せよ。攻め込め。我が覚悟お見せしよう。覚悟してもらう。ちょっと待ってね。ここはもう諭吉に攻撃集中するしかないな。ただ諭吉は馬に乗ってるので足が速そうですね。やりたい前へ。なんとか諭吉をね、その、まあ、見失わないようにはしていきたいところかなと思います。まず鉄之助を撃破しましょう。で、その後諭吉に殺到できれば十分に勝機はある。容赦せぬぞ。我が覚悟、お見せしよう。かかれ。やりたい。前へ。ここで諭吉に逃げられると痛いから、逃げられないように頑張ってほしいな。やりたい前。よし、角に追い詰められる。これで諭吉を撃破できれば一旦徳島城防衛がね、まあ便宜上できたということが言えると思うので、まずはその体制を作りましょう。やりたい前。で、島津が再び、まあ、放棄してくれるのを待つ。それに呼応して一気に幕府軍をね、再び押し返していければいいかなと思います。待機せよ。天神山城、津山城、厳しい戦いだな。なんということか。待機。洲本城も奪われたか。天神山城も危ないぞ。で、ふう、敵が止まないな、本当に。ちょっと待ってね。一度兵を返して、
その上で徳島城に再び兵を集結させる。数は兵糧切れが起きると言ってももう今はどうしようもないからな。なんとか9月になるのを待ちましょう。報告いたす。先月の収支。今これで8月、あと1ヶ月、あと1ヶ月持たせれば兵糧が入ってくる。まず金で兵糧買います。わずかであったとしても最後の最後まで諦めない。早いな、強国隊が到着するのが。さあここは国衆将兵をうまく使えているというのと、敵も2人しかいないっていうのがあるので、どうしようかな。確実に勝ちたいので罠で鉄砲水を張りましょう。で鉄砲水にうまく敵を引き込む。で鉄砲水で身動きが取れなくなった敵部隊を一気に殲滅しましょう。覚悟せよ、始めるぞ。よし、まずは前でにかかったな。見つけた。何、敵が下がっていく。警戒されたか。ゲッチ、いざ進む。ただここはコンクラベといきましょう。奇襲鉄砲隊か、邪魔くさすぎる。ここは下がりましょう。かかったな。やりたい、前へ。やりたい。ここで一気に攻撃する。始めるぞ。やりたい前。下がっても鉄砲水があるぞ。強国隊名。やりたい前。ゲッチ、我が力思い知るがよい。やりたい前。さあ鉄砲水にかかれ。やりたい前。よし、壊滅できる。やりたい前。始めるぞ。やりたい前へ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 。切り込め。やりたい前へ。切り込め。よし、強国隊を撃破した。とことんやってくれるな、本当に。死力を尽くした甲斐があったな。兵糧が危ないので騎乗させます。で、困ったな。天神山城の小詰に向かうかどうか、ちょっとそこだけよう考えどこだな。よし、これジョン万次郎隊で撃破ができるだろう。天神山城は取らせない。うわ、取られた。間に合わなかったか。そしたらジョン万次郎隊を岡山城で待ちましょう。遅れを取るな。待機せよ。よし、兵糧が入ってきてくれたのでこれで一旦、持ちこたえられる。ご命令を。いや、幕府軍恐ろしいな。一旦和睦しときたいよ。くぅ、和睦させてくれないね。島津がね、
さっさと幕府に反抗してくれればいいんですけど、ちょっとそういう状態に今なってないんで。報告いたす。先月の収支です。もうここは対名対名対名よ。1に対名、2に対名、とにかく対名。これにて表情を終わる。下地を。次幕府と合戦になるときは忘れずに国衆将兵を打たなきゃいけないですね。よし、これで再び勢力を拡大する好機がやってくる。兵は貸します。全然貸しますよと。無条件で貸すよ。その代わり俺たちも兵を取りに行く。だ、一騎が多いな。報告いたす。先月の収支です。下地を。幕府軍の動き見極めたい。よし、今なら天神山城が取れるぞ。行くぞ。出陣せよ。で、尾張と幕府は、幕府軍強いな。尾張が不甲斐なさすぎる。お、ただこれすごいよ。東道隊1万、まあ、9000ですね。で、水野勝成隊8万を撃破。これは勢いづくよ。よし、我々もしっかりここに勝利をつかみに行こう。軍畠山隊が合流してきたか。やってくれるなぁ。だー、しまった。しかも国衆将兵を忘れていた。いや、厳しい。国衆将兵忘れるとかもう何事。しまったなぁ。悔いても悔やみきれない。万に一つも勝ち目がない。が、唯一あるとすれば敵の大将を戦場で叩く。叩きのめせ。迂闊だったな。本当にバカだったな。せめて国衆将兵をしっかり入れるべきでしたよね。それもせずに何をしているんだっていう感じだ。情けはかけません。切り込め。我が策破れるか。切り込め。いや、こんだけの弱兵でよく頑張ってはいるよね。でもここは引きます。横槍を入れろ。切り込め。切り込め。それなりに減らした方だよ本当に。まあ、国衆将兵を入れていたからといって、まあ、どうにかなるっていう、まあ、正直言って戦力差では、まあ、なかったのかなというふうには思うんですけど、まあ、それにしたってね、最善を尽くせたかというと、そういうわけじゃなかったですね。今回のこの戦いは。やりたい。ただ、薩摩が、再び幕府と事を構えることになっているので、これはまだまだ分からなくなりましたね。これ第何話まで行くんだろうな。亀井が死んだか。
さ、薩摩がまずしっかりね、上市場の戦いで勝ってくれるというのが条件にはなってくるので、これもし上市場で負けるなんてことがあるとますます厳しくなりますね。ちょっと国衆将兵打っとく、いやギリギリまで待った方がいいな。忘れないようにするっていうのはまあ大前提になりますけど、ぐわ島津が負けたか。そうなるよね、そうなると思ったよ。備中松山城に敵か。いやもう今完全にこっちの弱ってるこっちにさ集中してきてるよね、幕府軍も。ただ今回はこちらもそれなりに兵を集められる。まあ決戦はね、敵の方が早いので、うん、厳しいとは思うんですけど、戦場上限は我々が有利なので、ここは備中松山城の防衛をしっかりやりましょう。籠城してる間にボズメが到着するんで、こらえてもらうしかない。一騎が多すぎるよ。もう一旦だから幕府と本当に停戦したいんですけどね。これにて表情を終わる。さあでは対面打っておきます、忘れないうちにね。国衆将兵、これマストです。で、鉄砲隊もそんなに多くいないので、足軽精錬を優先します。皆の力合わせよう。で、島津軍は再び兵を出せる余裕があるのかというと、そういうわけではないか。いや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 、今さ、こんな状況よ。こんな状況でよく金をせびりに来るよな。いや、それだったらさ、バグフと停戦させてくれるぐらいの、まあ、そういうものが欲しい。講和できる。一旦講和する。ようやくだ。こんだけ失ったものの、備中松山城だけでも守りたい。いや、バグフ軍本当に強いね。一人勝ちだね。さあ、堀田隊を撃破していきます。もうここは絶対負けられないので。うわー、でも敵の方が、陣容が、すごく、安定してるなーっていうのを感じちゃいますね。鉄砲水ならく、マイビ、この辺りにしっかりはまってくれることを祈りましょう。さあ、我々はどうするかというと、まずは、騎馬隊一体出して、ここで確実に、ご命令くだされ。始めるぞ。参ります。敵の呪し台を潰しておきましょう。敵の居所が知れましたら、格の差、思い知るがよい。ご命令を。敵の居所を水にはかからずすり抜けてくるね。敵の居所が知れましたら、ここは絶対に負けられないので、まずは分散しているなら分散している敵を潰していこう。罠をことごとくすり抜けてくるね、こやつら。
せたな。ご命令を。勝者は攻むぞ。始めるぞ。部隊数で有利なので、ここはちょっと一気に戦局を有利に進めにかかりましょう。覚悟は良いか。始めるぞ。対抗打っておく。やりたい前へ。このままでは。で、砦も破壊しておきます。覚悟してもらおう。何、敵の大将がここにいる。いやー、ここにいるとかもう何もんだよ。本当にチキンもチキンだろう。始めるぞ。ここは敵の大将には目もくれずに。何、攻撃されている。敵は大将の方に兵を集めていたか。なんとか突破してほしいな。やりたい前へ。よし、突破した。ナイスだ。さすが騎馬隊だね。やりたい前へ。後ろがお留守のよう。我が覚悟お見せしよう。やりたい前へ。やりたい前へ。よし、敵を退けたら前にいる敵を優先して潰していきます。ご命令を。数を減らせるときにちょっとでも多く減らしましょう。容赦はしません、容赦はしません。やりたい前へ。いやーか、広沢隊が壊滅するな、このままいくと。かかれ。勝てるとでも思ったか。心してかかれ。好機は今。広沢隊が攻めて、じゃあ鉄砲水の方に敵を誘導して散ってってほしい。覚悟してもらおう。うわ、こらえられなかった。ただ敵の部隊も各部隊数は少なくなっているので、ここは一気に潰しに行く。覚悟は良いか。横槍を入れよ。やりたい前へ。まあ、やっぱね、合戦はね、数なんですよね、兵の数。時には大胆に攻め込まねばな。横槍を入れよ。さあ、あとは敵の大将堀隊を始めるぞ。回想させましょう。かかれ。我らの勝ち揺るがぬぞ。もうここまで来たらあとは力攻めですね。やりたい前へ。これほどとは。我が策破れるか。バカな、今は引こう。我らも破れるとは。やりたい前へ。いやー、でももうこの消耗戦だからな、国力差で劣る我々としては、こんな戦い続けたらさらに領土をまあ減らすということになりかねないですね。捕獲した武将は全て処刑する。和睦がね、しっかり決まってくれれば、それでいいですね。和睦しない。あー、そうだった。和睦交渉中だったから、見逃してやるべきだったな。もう今、戦が長引きすぎてね、各地で一揆が起きちゃってるんで、一旦収めたかったんですけどね。まあ、ただ、これは、取り返すチャンスなので、まず天神山城の、攻略、からですね、入っていきましょう。参ります。というところでね、いい時間になりましたので、じゃあ今回はここまでにさせていただいて、次回また続きをやっていきたいと思うんですが、もう苦しい苦しい戦いですね。皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、
あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。